これは、何年か前に体験した奇妙な体験なんですけど、まあこの夏時期ぐらいに、まあね、来られてるお客様も、まあいろんなところからこういう話仕入れてきて、私こんな体験したことあんねんっていうのを、まあちらほら聞いてて。で、まあその日、あるお客様からこういう怖い話があって、っていう話を聞いてて、まあご存知の方はご存知かもしれないんですけど、まあそういう話をしていると、霊的なものが寄ってくると。まあ怖いな、怖いな、日本実は寄ってきてんちゃう。まあその日の営業自体は何事もなく終わって。いやでも、まあ一つだけ、奇妙な点は、まあ接客中に全然知らない、男の子の顔がずーっと頭にずっとよぎってて、まあ次の日営業が始まったんですけど、まあその前日に接客させてもらったお客様もサイト来店されまして、ああ今日も遊びに来たよ、まあある程度会話も進んできて、で不意に、あ昨日の体型の子やっぱ入れへんかったんや。その前日の営業で体験入店の子は出なかったんですよ。っていうことは、多分僕の頭に入ってた男の子はそこに多分いてたんですね。